困っちゃったな。課長、どうかしましたか？昨日専務に呼ばれて来月の優良事例発表会の担当者になっちゃった。そうですか、すごいですね。いやでもね、去年のオンライン発表会を見るとちょっと憂鬱なのよね。あー、前までは実際に会場に集まってやってましたけど、急にオンラインだけになっちゃいましたもんね。いやそうなのよ、オンラインだとなんか会場の空気感っていうか、画面越しで表情が見えないから視聴者の反応もわからないでしょ。そのあたりも幹部たちが気にしててさ、それで私に何とかならないかって急に担当者に任命されたわけ。あと1ヶ月だし、なんか盛り上げる手はないかな。そうなんですね。あ、私にちょっとアイディアがあるんですが。参加者の反応もよし。なんかいい反応ですよ。視聴者の皆さんからもたくさんのコメントが届いています。リアルタイムにコメントがどんどん入ってくるね。そうですね、盛り上がってますね。皆さんからのご意見の結果はご覧のようになっています。視聴者投票もできるんです。ここでこのサービスの提供時期についてご質問が来ていますので、お答えしたいと思います。さらにその場で発表者にも質問できて、その場で答えてもらったり、すごく内容が濃くなっていますね。参加者も笑顔になってるね。本当にありがとう。リコ、リアルタイムコミュニケーションを紹介してよかったです。